も、えー、フロガブチャンネルと申します、まあ、初めましてなんですけども、えー、まあ、今なかなかね外に出れないですしまあ僕の大好きなサッカーもね中断機間に入っちゃってるのでまあ、なかなか人と話すっていうのも難しい状況になってしまってるので、まあ、この状態 をなんかないかなと思ってまあ僕サッカー好きで J1 の川崎フロンターレというチーム好きなんですけどまあそのことについてねまあ話す場所がね今なかなかないのでまあこういう動画を撮って話していきたいなと思います。 じゃあ始めますね、まあ、今回は今シーズンのフロンターレについてちょっとだけね話していきたいなと思いますけど、ままあ、今シーズンといってもまだルヴァンカップ1試合とリーグ戦1試合しか戦っていなくて、まあ、その中からでもちょっと、ね、去年までと違う部分も出てきてて、まあ、それはうん。 いしい発見だなと思ったんですけどまずスタメンですね、まあ、多分ルヴァンは、まあ、宮代大成選手が、まあ、ルヴァンルールで21歳以下の選手を一人出さなきゃいけないっていうのでおそ、まあ、らくスタメンに入ったと思うんでまあイメージとしてはリーグ戦のスタメンが。 まあ今はかんないですけどあの時のベストメンバーと考えるとゴールキーパーはチョン・ソン・リョンで左サイドバックに上りで 羽口ジェジェウえっと山根でここが昨シーズンと変わった場所ですけどワンボランチというか。 トリプルボランチというかねワンアンカーでうーん2人セントラルミッドフィーダーがいるイメージなのかなまあ一応僕のイメージとしては大島選手がちょっと上がってでその前に。 秋坂、うんのイメージですね。で、スリートップは、まあ、左に長谷川達也選手、右に家永明宏選手でワントップにまあレアンドルダミアンですよね。 まあこれがスタメンだったんですけどまあもちろんシーズン長いですから変わるところはおそらくありますしま中断明けもまあ変わっている可能性はありますよね。特に、まあやっぱどのポジションもライバル多いのでん誰がいつ変わってもおかしくないかなと思いますけど。 まあ個人的には、まあ、激戦区というかそういうポジションはやっぱり上りだ里選手のくところの車や選手で田中碧選手ところの森田選手あとはまあここですかね中村健吾選手は帰ってくればっていうところですね、うん、でここですねここはもうほんと激戦区ですね斎藤学選手と三笘る選手でで まあ、ここもね、リーグ戦入ったんですけど、旗手選手、まあ、家長選手はどちらかというと足元でもらう選手で、うん、足元でいでい、まあどちらかというと中に入っていくタイプ、まあ、左利きなんでね、右サイドに置かれたら中に入ってくると思うんですけど、まあ、だから旗手選手の方がうが、ん、バリエーションとしては多いかなと思います。 まあただ、家永選手はやっぱり経験値もありますし、このやっぱりメンバーの中ではね、当然経験値が高くて、まあ、頼りになる存在なので、まあ、簡単には走れないかなと思います。特、まあ、に中村健吾選手が帰ってくるまでは、うん、間違いなく重宝される選手だと思います。はい、で、あと、ここですね、レアンドロ・ダミアン選手と、まあ、エースの小林雄選手、うん、ここはね、 <laughs> まあ、まあリーグ戦は0点でしたけどルヴァンカップではレアンドロ・ダミアも小林も点を取ってたのでまあここは、まあ、相手によっても変えてもいいと思いますし、まあ、どもしかしたら2人とも2桁取れるかもしれないですね。はい、取ってほしいです ここからは、まあ、昨シーズンとの違いっていうのを話していきたいと思うんですけど、まあまあ、簡単に言えばシステムですよね、まず。昨シーズンまでは4五5 1だったんですけど、まあ、今シーズンからは4三3 3という形になって、まあ、イメージとしては4一1三2 3かなと。 思います、はいまあでもうん、まあ、多分試合の状況的に大島選手が前行ったり後ろ行ったり、うん、なのかなと思いますけど、まあ、昨シーズンほど下がってボールを受けてっていう役割ではないのかなと思います。まあ、ルバンとリーグの試合見る限りは、うん 大島選手は前に行くことが多かったんでね昨シーズンはどちらかというとこの位置でセンターバックからボール引き出してさばいていくっていう役割だったんですけど今シーズンはもっと前にガンガンいっててサイドの選手とコンビネーション組んだりとかいろいろやってまあすごく 楽しかったです、ねうん、まあルヴァンカップはね結果が出て5対1勝ったんですけど、まあ、その時はまあ清水エスパルスのね戦術も、まあ、マリノスの戦術にね変えようとして、うん、守備に全然重きを置いてなかったんでまあガンガン、まあ、特にここ長谷川選手がねかなり生きてスペースあったんで。 かなり生きてガンが仕掛けられたんですけど、まあ、リーグ戦は逆にサガン鳥栖だったのでうん完全に後半はね引いちゃったんですよね鳥栖がなの全然スペースなくてだからスペースない時は長谷川選手より、まあ、三笘選手の方が生きてたかなと。 とりあえず今シーズンはこんな感じですかねはいまあそうですね最後にえー、まあおそらくこれから上げる動画はフロンターレ中心ですしフロ,ンターフロンターレサポーター目線でね話していくんで、まあ、僕はプロの解説者でもないですし プロの選手だったわけでもないのでろいろ間違ってたりまあそんな追求した戦術とかそういうのを話せるような人間でもないのでまあすごく軽くね聞いていただきたいなと思いますしまあフロンターレサポーター以外のねサポーターの方にももしかしたらうんイライラしたりすることを言うかもしれないですけど。 まあその辺はご了承いただいてまあ見ていただけるなら見ていただきたいですしまあダメだなと思ったらはいちょっと違う動画に <laughs> いってほしいなと思いますはいまそれではねまあ今回始めてみようと思って始めてみてまあ今後はそうですリーグ戦はまだまだ再開されないと思うんで まあ今までのフロンターレ僕,僕のねフロンターレ見てきたフロンターレを話していけたら,けたらなと思いますはいそれでは、えー、チャンネル登録高評価よろしくお願いしますあコメントもぜひいただければなと思いますはいそれでは風呂川チャンネルでしたまたね